はい、フィギュアヘッドの塗装方法ということで、35分の1のですね、フィギュアの、顔の部分ですね、こちらの塗装の、実演といいますか、私なりのやり方を皆さんに、ちょっとご紹介したいなと思います。今回はですね第1回目ということで、エナメル塗料編ということにさせていただきます。赤、青、黄色、それから黒と白、このですね、いわゆる三原色プラス白黒の合計5色だけでですね、ちょっとやってみたいと思っております。3つだけね、ポイントをお伝えします。まずはですね、見えれば塗れるということでございまして、要はこれですね、こういうのをこうつけていただいてですね、私はこのルーペなヘッドルーペを使うんですけれども、とにかく、しっかりね拡大して見るものを用意してください。で、筆のことについてもね、よく皆さん質問をされることがあるかと思うんですけれども、今回筆はですねこちらのタミヤの筆を使います。タミヤのモデリングブラシの、HF ですね、250円の筆、これを使ってみたいと思います。穂先が大切ということなんですけれども、小さい筆を使うことになるんですが、筆のね大きさ小ささとかよりも大事なのはその穂先の整い具合なんですね。この点をですね、非常に大事にしていただきたいかなと思います。で、次が、溶き具合に注意しましょうと。塗料がですねその濃い状態ですね、濃い状態だと非常にこう太く、ドボッといってしまいます、ベチャッといってしまいがちなんですね。やや柔らかめに薄めに溶いていただいて、で今度薄めだとこう物にペタッとくっついた時にですねザッと流れてしまうんですね、一気にその表面にバッていってしまうと。でこれは要は、穂に含みすぎということなんですけれども、これは爪等でちょっとこう整えてからいくということになります。これがそのファーストタッチっていうんですけども、ここで失敗しないようにするということで、溶き具合と整え具合ですね、これが非常に大事になります。タミヤのアクリルのフラットフレッシュを、エアブラシで拭きました。はい、アクリルカラーをここで使っておきますと、この後のエナメルでねこういろいろ作業をするときにも非常に、重宝し、下地が溶けないということで重宝しますのでね、タミヤアクリルをエアブラシで拭いております。はい、最初にね目玉塗りますね。はい、これね、これです。はい、今白目が入ってると思うんです。で書いてあります通りですね、ここに書いています通り、アクリルの白ですね、これタミヤアクリルの白を筆塗りでちょこっと白目を入れております。はい、あとですね目を描く、そもそも目を描くこと自体の話なんですけれども、なくても全然いいと思います。描かなくても全然問題ないので、目を描くというだけでも本当にビビるといいますかできないと思われないでですね、目はなくても大丈夫です。はい、ただ目玉を描く時の注意点としましては、ど真ん中に描かないことなんですね。上まぶたにちょっと人間の目っていうのはかかってまして、はい、ちょっとかかってるんですね。だから上の方にちょんと打つというのがポイントになります。はい、でですね普通はですねフィギュアってねもうこの辺とかで塗るんですよ、こうやって塗るんですけど、まあこう今日は打つのでこうこの距離で作業しますんで、ちょっとね失敗するかもしれません。はい、すごい遠いところを塗ってる状態なんで、失敗したらああ言うてください、すいません。で、溶き具合なんですけれども、これねこれもね緩めの方がいいと思います。結構緩めに溶いていただいて、言ってたファーストタッチの話なんですけど、
ここで綺麗に整えて、まあ、この爪先で軽くね様子を見てぼちゃっと落ちないようにすると。ちょっと目がでかいか。よいしょ。片っぽちょっと大きいですね。はい、これですね、修正します。溶剤で拭き取ります。で、この拭き取りができるんですね。なぜかというと、下がアクリルの網よ。こんなもんか。いいでしょう。はい、OK。下に書いてございます、シャドーカラーという、言葉が書いてございますが、黄色と赤ですね、混ぜてですね、オレンジ色を作ります。で、そこに少量の青を足して、最終的に、このような、ここに出てますね、ここに下に最後に出てる、なんと言ったらいいんでしょうか、ちょっと赤オレンジが暗くなったような色を作ります、はい、茶色に近いんですけどね、茶色じゃないんですね、はい、じゃあこれ作っていきますね。まず赤と、でこの色はね、やや多めに作っていただいて結構です。ちょっと 赤みが強い方がいいです。それで、青をね少しだけ入れます。青は強いのでちょっとだけにしておきましょう。これでも多いぐらいだと思います。こんな感じですね。はい、ですね、この人形の顔のですね、地球だと思っていただいてですね、地球で斜め上からですね太陽が当たってると仮定してください。するとですね、南半球は真っ黒になりますよね。この下半分は全部影です。ということで、いきなりですね全部影に塗っちゃいます。上から太陽が当たってると考えて、これを地球だと思えば南半球全部、シャドウカラーです。塗りにくで、このね、この下、なんていうんですか、眉毛の下のところですね、これなんていう場所なんですかね、そこも、影になりますね、上から光が当たれば。なので影に塗ります。この時に白目を追い込んでしまうということになります。こうですね、失敗しましたけれども、難しい、すごい難しい、よいしょ。でね、この鼻の横とかもね塗っといてください。こんな感じ。すんません、ちょっとカメラ外しますね。濡れないです、濡れない、濡れない、ちょっと待ってくださいね。はい、こんな感じですね、
はい、南半球が完全に、色がドーンと影がついたと思います。こっからですね、これをですね、ブレンディングします。あの溶剤で溶かして、色を整えるという作業でございます。色をなじませる作業ですね。はい、ますね。で、筆につけた溶剤でこれをで、まああのなじませるというかですね、こうさっきの塗料をちょっと取っていく感じでもあるんですね。突起状のところをもう取っていくみたいな感じですね。なじませつつ色を取っていく感じですね。ただまあ、あのやっぱり色は染み込むんでぼやーんと色は乗ってると思うんですけど、まあですよね、肌色ベースと私は名付けてるんですけれども、こっからですね、肌色を乗せていきます。で、明るい部分を作っていくという感じになります。で、先ほど作ったオレンジ色、ここですね、このオレンジ色に白を足すことで肌色が出来上がります。肌色を取っていきますよね。で、を混ぜる。はい、できました。この色ですね。まさにこの色なんですね。はい。ですんで、この色っていうのはフラットフレッシュっていうのはオレンジ色に白を足した色だというふうに覚えていただいて全然大丈夫です。はい。ただ実際ポンと横に置いてみたらすぐ分かるんですけれども、ちょっとこっちの方がね、あの濁ってます。はい。で、塗る場所はですね、この、 あのグリーンで示した通りでして。この辺ですね。今度は光の当たるところを塗っていく感じです。で、鼻の先とか。一回塗ったところももう一回やってもいい感じです。顎周りなんかもちょっとこうしっかりエッジ立てといてもらって、首筋のここにね、筋があるんですね。ここにね、一本筋があるんですけど、ここもね塗っときます。いろんな色がごちゃごちゃ乗って、なんかもうぐちゃぐちゃになったんで、一回ここで、シャドウカラーをもう一回入れます。先ほどのこのシャドウカラーを乾いてたらもう一回溶剤で溶き直して、これでもう一回ピシッとさせます。これしないとブレンディングでぐちゃぐちゃになったままなので、鼻の下とか口ですね、口も今色が残っちゃってるんで、口も整えて、まあこういうところもちょっと色入れてあげて、ハイライトから肌色ベースの色に白を加えたハイライトを作って整えます。で、この肌色ベースカラーありますね。これに白を入れます。
先ほどの肌色ベースをのせたところよりも狭いエリアで塗っていきます。で、ここの部分ももう一回塗り直します。で、この人ね、顎が2つに分かれてるんですね。で、これでこの先っちょをちょんちょんと、はい、こんな感じです。ここのですね、グラデーションですね、このこっからこうふわーっとこの影に入っていくグラデーションが伝わりますでしょうか。これがですね、結構ポイントでして、これちょっとうまくいってないんですけども、このグラデーションが出るようにするために、そのハイライトカラーというのをですね、使っていくという感じですね。で、薄めのハイライトカラーをペタ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 、乗せていくという感じですね。次はですね、血の透けた色ということで、肌の赤みを加えてあげます。これをやることでぐーっと人間らしさが近づいてきます。まだなんかね、すごい人間というにはほど遠い感じがしますよね。肌色ベース、こっちのですね、この真ん中のここですね、このエリアの肌色ベースカラーに赤入れます。塗る場所ですね、よっ、ここ、ここね、ここです、ここに塗ります。あんまりね、ベタベタやってると下地溶けますんで、下地ベロッといきますんで、割とささっと済まします。こんな感じ。ちょっと赤くなったん伝わりますかね。ね、ちょっと赤くなったと思うんです。わかるかな、ちょっと赤みが出てると思うんです。これですね、こっちも、ちょっと大げさにしときますね。こんな感じで、鼻の頭ですね、鼻先、この皮膚がね、薄いところですよね、そういうところがね、赤くなりますんで。口、唇も塗っておきます。でね、唇は下唇だけで OK です。下唇だけ塗ればいいです。上唇はほとんど色がないので塗らなくていいです。次はヒゲの跡ですね。ヒゲ剃り跡の色を塗ります。これを塗ると、一気にね、人間っぽくなってきます。で、肌色ベースカラーを使いまして、結構肌色ベースカラーはね、しょっちゅう使います。これに、ここで初めてね、黒使います。これにちょこっと黒とね、白を混ぜてあげると、黒だけでもいいんですけどね、もともとこの色ってこの色に対して白が入ってますよね。だからね、別にいらないっちゃいらないんですけど、これを混ぜます。ここ、ここ、あ、塗料が多い、多い時は筆先で整えてやります。
こういうその筆の動かし方なんですよ。ちょっ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 てやるんですけど、これね、これね、こういう筆の動かしでべちょじゃなくて、ちょい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 とこう色をツッ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 と乗せていくって感じですね。はい、これをするといい感じになってくれます。筆先パレットで整えて描く。はい、以上で、一応終わりということになります。いかがでしたでしょうか。ですね、手順を、おさらいしておきますね。はい、まず最初にアクリル絵の具の、白を使って白目を描きます。それから、少し上の部分に向かって、黒い点を描きます。で、ここからシャドウカラーを塗ります。黄色と赤を混ぜてオレンジ色を作って、そこに少しだけ青を加えてあげてください。これでできる、茶色によく似た色ができるんですけれども、これをですね、南半球ですね、そこの部分にベターと塗ってあげるということになります。今度は肌色を塗ります。黄色と赤を混ぜてオレンジ色を作って、そこに白を足すと肌色ができますので、これで、全体を整えていく感じですね。で、塗る箇所はこの緑で、示した場所ですね。この辺ずっと塗っていってくださいね。で、行きつ戻りつやります。で、先ほどのシャドウがですね、それで、まあ、筆のタッチ等で潰れますので、もう一度シャドウカラーを入れてあげます。細かく塗ってあげてください。さっきみたいに南半球塗りではなくて、もう本当にピンポイントでもう一回塗って調整していくって感じですね。そして最後に、ハイライト、肌色を作った肌色ベースカラーにさらに白を加えて白っぽくした色を塗ります。はい、これはですね、もう日焼けする場所と言っていただいてもいいぐらいです。で、ここまで来て基本的には明暗が全部ついたということになりますので、肌色ベースカラーに赤を加えて、ピンクがかった、色を作ります。そしてそれを鼻先とほっぺたの横ですね、頬の横の部分に塗ってあげてください。赤いとこね、ここね、ここに塗ってあげて、鼻先とかに塗ってあげます。あと耳も人間赤くなりますね、そこも塗ってあげてください。それが終わったらひげの跡ですね、肌色の色に、黒と白ちょっとグレーがかった色を混ぜて、どんよりとした色が出来上がりますので、それを、いわゆるひげの跡に塗ってあげてください。ということで以上でございます。まあまあまあ難しいんですけれども、皆さんぜひねチャレンジしていただいて、楽しんで、やっていただけたら攻略できるんじゃないかなと思います。で、最初に言いましたけれども、目玉に関しては無理して塗らなくても大丈夫です。ちょっと無理して私も何せね、こんな距離で塗って、こ本当は何回も言いますね、すいません、巻き押しみたいに申し訳ないですけど、こうやって塗るもんですから、それをまあちょっとこの距離でね、なかなか塗りますと、なかなかちょっとカメラ越しに塗るのではなかなかちょっとうまくいかなくて、巻き押しみたいで申し訳ないんですけども、ちょっとできなかったんですけども、目玉はねなくても大丈夫ですんで、影色だけでも全然大丈夫ですんでね、楽しんで、短縮塗っていただけたらと思います。お話としては以上になります。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。